コディヘイはカナダブリティッシュコロンビア州出身の男性フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックカナダ代表。パートナーは妻でもあるアナベル・ラングロワなど、ブリティッシュコロンビア州のドーソン・クリークに生まれ、9歳のコロスケートを始めた。ノービス時代にはレイラン・ホフマンとペアを結成し、 2003から2004年シーズンにより ISU ジュニアグランプリに参戦するなどしたが2004から2005年シーズンをもってペアを解散新たにアナベル・ラングロワとペアを結成した2007年世界フィギュアスケート選手権10位2007から2008年シーズン地元カナダで開催されたスケートカナダでは4位2000目の NHK 杯では5位となったが2008年 カナダ選手権では初優勝を飾った。2008から2009シーズンはラングロアの怪我により試合に出場することができなかった。2009から2010シーズン、カナダ選手権で2位となりバンクーバーオリンピックの出場。ショートプログラムとフリースケーティングの両方でパーソナルベストを更新する演技を披露し、目標である10位以内の成績を収めた。シーズン終了後、 ラングロワの引退により、ペアを解消した。2013年3月28日、ラングロワとの間にジョジが誕生した。abhttp://www.olympic.sa/en/athletes/cody-hay/theinside-edge, new beginnings, great fluence, バンクーバーオリンピック最終予選。 国際スケート連盟主催、ありがとうございます。